ます。こんばんはごめんなさいすごい流れがいつも以上に早くてお名前がちょっとしか読めなかったこんばんはありがとうございますお久しぶりかもしれない <laughs> ショールームショールームっていうか配信お久しぶりかもしれない こんばんはありがとうございます。ちょっとテロップ書きます。うんー何にしよう <laughs> します。これでいいか。オッケー。こんばんはありがとうございます。 すごいたくさんの方がコメントでくださっているんですけどまずはえ訴覚訴覚にて、えー、チーム n のキャプテンに選んでいただき本当にありがとうございます <laughs> 選んでいただきありがとうございますおかしいな本当にありがとうございます 嬉しいタワーどれだわこれ載ってないなどれだろうどこだこっちで見ようあ村っちありがとうございますありがたわーですありがとうーすごいなんかお正月お正月感のあるタワー <laughs> ありがとうございます ありがたはいキャプテン皆さんどうですかびっくりした <laughs> びっくりしましたうわなんかすごい広澤さんかな <laughs> 声裏返った <laughs> 広澤さんタワーかなこれはタワーありがとうございますありがたわですありがとうすごいめっちゃ豪華なタワー来たこれ すごかったよ周りの背景がすごかったです。<laughs> ありがとうございます。みんなあれかなキャプテン就任祝いなのかな本当にありがとうございます。あらとくちゃんもこれタワーですよね。来るって書いてる。 とくちゃん、タワーありがとうございます。ありがたわーです、ほんとに。みんなありがとう。これも、これもタワーなんかな。しむさん、しむさん、タワーありがとうございます。ありがたわです、本んに。みんな、そんな、そんな、そんな、ありがとうございます。優しい。 めちゃめちゃお祝いしてくださって本当に本当にありがとうございます嬉しいそんなお祝いしていただけるなんて本当にキャプテンおめでたわありがとう頑張ります <laughs> ああガッシュベルさんもまたまた豪華な <laughs> タワーありがとうございますカシュメルさんありがとうござすすごいあらホリーさんまでホリーさんパワーありがとうございますありがとうですすごい可愛い,いみんなああこれはあるんですね鏡餅のタワーですね可愛い,いありがとうみんなありがとうございます本当にはるちゃんへのお年玉です本当にありがとうもう嬉しい ありがとうございますタワーがいっぱいだねやぶちゃんそれなもう本当になんかもうあの豪華になんかショールームさんのさ背景も今なんかもともとあのなんかお正月用になってて豪華なのに皆さんがねより豪華にしてくださってて本当に本当に嬉しいですありがとうございますみんなありがとうありがとうございます 1> 1年頑張ったご褒美ですね嬉しいそうやはるかね去年去年っていうかもう昨日配信ができなかった本当に申し訳なかったですするつもりつもりというか予定だったんですけどちょっとできなくなっちゃって急遽そう結局ね2021年最後にね配信できなかったんでちょっとまたあの振り返りカラオケみたいなするわなちょっと違う 別日にちょっとしますね申し訳ない、本当に本当にすいませんあ、しげさんしげさんもタワーありがとうございますありがとうですありがとうみんな優しいなんかすごいみんなからより一層頑張ってって言ってもらってるような感覚 ののチーム N の語呂がい,い佐藤さん本当でもなんか言いづらくないですか「サダのチーム N」と。<laughs> てかなんかね慣れなくてまだやっぱりまあなったばっかやから当たり前なんですけどやっぱ慣れなくて変なんです <laughs> 変ななんんでですす <laughs> ちょっと今日本語も変なんですけどほんまになんかもうびっくりびっくりです。 えー、あややちゃんもタワーありがとうございますそんなみんな <laughs> ありがとうかわいいなんか虎に乗ってるかわいいタワーありがとうございますあ中小原さんもタワーありがとうございますそんなみんなめっちゃ豪華にありがとうございます嬉しいもう慣れたよ佐田のチーム N 味方町うそマジはるか全然慣れなくて でもなんかもう、あのー、着々と、まあ、準備というかが進んでて、あのー、LINE の連絡のなんかグループみたいなのがもうできててそこにグループ名みたいなのに「サダのチーム N」って書いてあって <laughs> なんかめっちゃ変な感じするんですよねそれを見てて自分で。 なんかすごいなんて言うんやろう嬉しさとなんか責任感と <laughs> なんかどっちもあってすごいなんか変な感覚ですまだはるちゃん祝福のお気持ちですそんなありがとう本当にありがとうございます嬉しいねえそう わあ、ごっちんさんも、タワーありがとうございます。ありがとうです。本当に。みんなありがとう。プレッシャーもあるよね。さくらんさん、そう、やっぱりね、なんか。まあ、はるかはチームエヌは間近で、チームエヌっていうか、まあ、チームは。その間近で経験させていただいたのは、もう一回しというか、もう本当に短かったんですけど。 ちヒーさんがキャプテンされてるチーム N しか経験したことないんやけどやっぱり先輩方がなんかこうね後輩のことを思ってくださったりとかチーム全体のことを思いながら活動されてるのを見ててすごいなって大変やのにすごいなって思いながら見ていたのでなんか。 すごい責任感とプレッシャーと不安ももちろんあるんですけどまあでもうん何て言ったらいいんやろまあもちろんファンの皆さんもきっとついてきてくださるやろうし優しいから <laughs> ついてきてくれるやろうし、まあ、頼もしい先輩方の勢揃いだったりとか。 寄り添ってくれるドラさんロッキーがいたり後輩やけど頼もしいマイティが副キャプテンだったりするのでそこはまあ自分もそのナンバトルでリーダーを経験させてもらってまあ少しはキャプテンの気持ちとかなんかどうした方がいいとか少しは分かってると思うので。 まあその経験を生かしてチーム N も頑張っていけるようにしたいなって思ってます、まあ、きっとね8人しかいないグループだったんでずっともうね人数はまあもはや倍ぐらいちょっと少ないけど倍ぐらいの大人数になったからまた ちょっと違う大変さとかもあるとは思うんですけどまあこの1年この一年というか2021年の1年間結構いろいろあったけどそれを乗り越えてきたっていうなんか自信もあるのでまあ皆さんと一緒に。 乗り越えていけたらなっていうふうには。思います。まあ、みんながついてるし。って思ってます。そして、ちょっと待って。またまたタワーが。フレンドちゃん。フレンドちゃん、タワーありがとうございます。ありがとう。ありがとう。です。本当にみんな。お優しい。 あとひでさんもひでさんパワーありがとうございますありがたわーです本当にありがとうございますはるちゃんあきめです髪型も可愛いひえちゃんさん嬉しいありがとう今日は巻き巻きポニーテールですいい感じですかちょっと遅れ毛出してるやつです <laughs> 新キャプテンになっての。今年の目標とかありますか、昇さん。うん、まあ、キャプテンとしては、ちょっとまだ。今日ほんまに。ね、つい数時間前に <laughs>。聞いた話なので。ちょっとなんか、こう。うん、まだ何もほんまに。ね、チーム。編成が。 決まっただけで本当にまだ何も他は知らないので何とも言えないんですけどあのー、まあ今日それこそロビーに来てくださったロビーに来てくださった見てくださった方は知ってるかもしれないんですけどあの今年のまあなんかなんて言うんだろう目標みたいなのをあの書き初め書き初めっていうのかな。 したんですよもう今日書いて今日貼り出されてるんですけど <laughs> そう何グラでねやろうと思ったんやけどねなんか今日もう出さないといけないって言われて先にちょっともう書いちゃったんでまたちょっと何グラで発表したいなと思ってたんやけどちょっと先に発表しますね <laughs> もうごちゃごちゃ全全身身って書いたんですよ前,前に進むそう「全身」って今年は書かせてもらいました。 確か去年去年だったかな去年ちょっとふざけたんですかねアンドゥトロワー <laughs> なんかアンドゥトロワーって確か書いたおと年しかなちょっと忘れちゃったんですけどちょっとなんかこうちょっとおふざけ混じりな部分があったので <laughs> 今年はちょっとねまあ昨日とか昨日違う違う違う今日とかも、まあ、インスタだったりツイッターとかにも。 せていいただいただようにもう2022年ははるか自身二十歳になる節目の大事な年でもあるのでなんかこう、まあ、今までこの、まあ、3年ちょっと3年ちょっとでもないか3年半ぐらい <laughs> 加入してからずっとあのファンの皆さんと一緒にこう歩んで自分の。 ままペース、まあ、マイペースなところがあるんでまあ、ゆっくりゆっくり一歩ずつ着実にっていう風にずっと言ってきたんですけどやっぱ今年はそのね大事な個人的に大事な年なんじゃないかなっていう風うに思ってるのでファンの皆さんとちょっとスピードを上げてうん。 まあ、小走りり <laughs> 小走走ななのかな走るのかはちょっとまあ今は小走りぐらいで <laughs> でもちょっとねスピードを上げてファンの皆さんと一緒に進んで前進していけたらなっていうふうに思って今年はその感じをその言葉を書かせてもらいました。 なんでまあなんかそれを書いてすぐにねチームのキャプテンを任せていただいてなんか言ったらそのグループリーダー今のレオパージュのリーダーからまた一歩前進したのかなっていう風に自分では思ったんですけど早速なんか。 一歩前進できたんじゃないかなっていう風に思ったのでこの調子で今年はもう前進し続けたいと思ってるのでよかったら一緒に歩んでくださると嬉しいですよろしくお願いします一歩どころかめっちゃ前進してる新地本当嬉しいそうインスタートできましたねひろぞうさんそれな本当に 本当にね今日なんかもうびっくりして、まあ、なんか少しはあるかなって思ってたところもまあないとは言い切れない <laughs> 正直正直そのレオパージュでリーダーをさせていただいたのでなんかそういう一応経験はあるからもしかしたらあるかなぐらいの感じでは思ってたけど。 まさか本当に実現するとは思ってなくて思ってなかったっていうか実現するとやっぱり驚きの方が大きいもので本当にびっくりでした、うん、そうなんかそうなんかねあのファンの皆さんにもあるんじゃないっていうふうに <laughs> 言ってはいただいてたんでそうなのかなぁとか思いながらもそうます、まあなんか責任は持ちつつ持ちすぎないぐらいの <laughs> 感じで、まあ、自分らしくチーム N のみんならしく N を作り上げれたらなって思いますやっぱり偉大な先輩方がねキャプテンされてる中でのキャプテンなので責任は重いと思うけどそれに負けないように必死に頑張りたいと思います。まあ、でもとりあえずその 副キャプテンのマイティとは、まあ、結構喋って終わった後にとりあえずご飯行こうっていう <laughs> ご飯行ってちょっといろいろ話そうなっていう <laughs> 話に落ち着きました <laughs> 一旦ねお互いのこともっと深く知ろうっていう <laughs>。 別に結構7期生の中では喋ってた方なんですけどマイティはそうなので、まあ、いっぱい話しながらやっぱコミュニケーションはね大事だからねそこは人見知りとか言ってられないんで <laughs> ねまあそこも頑張ります 同い年だから話しまうんじゃない。確かに同い年だもんね。そう意外と同い年なんで、そこはあれですね。M もカレンタインしロッキーの時代来たね。小玉なさん。いやカレンタンびっくりした。<laughs> 自分のこと以上にびっくりしたかも。 でもカレンとも終わった後に喋って、っ、ま、て、あ、お互いに一緒に頑張ろうねっていう話をしたんですけどカレン自身もめちゃめちゃ驚いたって言っててもう腰抜けたわって言ってました <laughs> 滑り落ちてたもんねなんか席からまあでもなんか面白そうというか M は M ですごい個性の強い感じやから負けてられないですね。チーサーコンビ M エグいってクラックさんそれないてかさ名前の順で呼ばれてるはずなのに並ばんといてほしいあれは。<laughs> あれはずるい。 並んだらだめですよあんなんずるいずるい <laughs> ああい口さんタワーありがとうございます井口さんありがたわーですすごいいっぱいトラの上に乗ってるくまちゃんいっぱいおるありがとうあれはめっちゃ笑ったなあちゃんさんえそれなあほんまにあれはだめよめっちゃ笑ったはるかも <laughs> みんなチェイサーコンビやーって言ってました N のメンバーもさすがやなやっぱ本当に面白いです、ね、並ぶだけでしかもユイナなんか今日全身真っ黒の私服で着てて <laughs> みんなから「え漆黒のチェイサー?」って <laughs> プライベートでもやってるんって言われてて。 めっちゃ面白かったプライベートで漆黒のチェイサーってってなったよ結菜とは話したガッシュベルさん話しましたよ結菜とは始まる前も喋ってたし喋ってたっていうかほぼほぼ一緒にいたかな今日いっぱい写真撮ってくれた <laughs> <laughs> お互いに写真撮り合いっこしてたそうでも結菜は組閣終わったた後は心配ししててくれてましたねなんかそれこそ「ナンバトル」で一緒にリーダーやっててなんかお互いにこう悩んだりした時とかにまあこうライバルではあるけどなんかこうね悩んだりした時はお互いになんかこう話聞き合ったりとか。 知ってたんでそうなんかそういうのも知ってるからこそなんかまあ、抱え込みすぎん時やっていうふうには言ってくれた声はかけてくれましたあら力さんタワーありがとうございます力さんありがとうですほんとにやばいよだってここもうくる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 めっちゃ書いてる <laughs> ありがとうございます あと。そう。あ、ちなみに今日はもうブログ送ったので。上がる。はずなので <laughs>。よかったら、見てください。あの、すごいタイトルは。あの。ふざけてるような。ように。見えるんですけど <laughs>。タイトルは。あの中身めっちゃ真面目なんで。よかったら見てください。 タイトルはすごいなんかもうしょうもなさそうなタイトルなんですけど中身めちゃめちゃちゃんと書いてますなのでよかったら見てくださいちなみに今日の交換ノートブログの写真は「宇宙人の衣装の春ちゃんの自撮り」です。 しょうもないタイトル気になるラトさんいやもうしょうもなすぎるんで気にしないでください <laughs> 本当にしょうもなさすぎるんでもう気にしちゃダメですそこは中身を気にしてください気にしてくださいっていうのも変やけどお話会やっとだね横浜のー君いや本当にね発売日も 決まりましたねそうその話もしたかったんですけどそろそろその話にしましょうか <laughs> ちょっとキャプテンのあれは一旦置いといてもらってそうなんと26枚目シングルの発売日と選抜発表がありましたイエイ もうね本当に、もうまずは皆さんに感謝の気持ちででいいっぱいです本当に本当にいつも応援してくださって、はるかと一緒にこう、まあ、選抜、はるかがずっと選抜に入りたい、入り続けたいっていうふうに、まあ、ずっともうね、結構言わせてもらってるんですけど、その目標を一緒になって、 目指しててくださって本当に本当にいつもありがとうございますもうありがとうじゃ伝えきれないぐらい本当に感謝の気持ちでいっぱいなんですけど改めて今回もシングル選抜に選んでいただくことができてもうほんまにほんまに幸せです本当にありがとうございます。 もうこれは何回ほんまにって言うんやって感じなんですけどもうほんまにあのはるかの頑張りだけじゃ無理なことなのでファンの皆さんが言ってくださらなかったらはるかははるかの頑張りだけじゃ選抜入りは叶わないのでもう皆さんに感謝の気持ちで。 いいっぱいですでさっきからちょいちょい書いてくださってたり DM とかでもね送ってきてくださる方もいたんですけどまああのちょこっとねあのな何に載ってるかなえっと NMB の公式 Twitter とかにまあ動画だったりとかあとヘッダー画像にも載ってたんやけどその26枚目シングルの,その、まあ、選抜メンバーの。 ですか写真がもうちょっと出てるんですけどそれを見てくださった方は分かってらっしゃる方もいたんですけど、ね、今回は初めて、あのー、ポジションも1、あのー、桁になってもう本当に本当に嬉しかったですもうめちゃめちゃずっと。 ポジションを上げたいっていう風にうに言ってたし自分の中でもなんかこう口には出さなかったけどあんまり、まあ、出した時もあるけど <laughs> そんなになんかこうガツガツ言わなかったけど自分の中ではやっぱりポジションを上げたいっていう風にずっとずっと思ってたので。 もう今回それがやっと叶ってもう本当に嬉しいですありがとうございます嬉しすぎて泣けてくるまよっかちゃんあるかも泣いちゃうなんか <laughs> みんながすごいあの優しい言葉嬉しい言葉をかけてくださってて本当に嬉しくて涙が出そうなんですけど <laughs> ねもうん、ほんまに聞いた時は何かの間違えちゃうかなって <laughs> 思ったぐらい本当ににんかびっくりと嬉しくてなんか、うん、まあ目指すはまだまだ上フロントポジションを目指したいけどまあ今の自分は。 なのかなっていう風なのはしっかり受け止めて次につなげたいと思います本当に皆さんありがとうございます改めてなんかでも本当にもうほん本当にがちょっと口癖になっちゃっててわかんねんけどちょっと聞き取りづらかったらごめんなさい本当この配信もうなんか頭が整理ついてなくてまだ <laughs>。 <laughs> まだちょっと整理が全体的にできてなくてもんか言葉にするのがちょっと難しすぎてめっちゃ聞き取りづらい配信だと思うねんけどごめんなさいそこはそ。でも1月1日からすごい嬉しい報告がいくつもできてめちゃめちゃ良かったです。 情報量多いんですよねマジカルコアラさんそれな本当にもうあのそうびっくり <laughs> 全部びっくりそうですねとにかくまあなんかその 今年2022年の1年は前進できる年にしたいっていう自分の目標をもう少しずつもう一日まだ一日しか経ってないけどもうこの段階で少しずつできてきてるんじゃないかなっていう風にも思うのでこの調子でこのまま進んでいきたいなって。 思いますスタートから絶好調やさんいや本当になんかちょっと怖いぐらい本当にねなんかいい話いい話っていうか嬉しいことばっかりでちょっと怖いぐらいなんですけど <laughs> でもそれになんかこうなんていうの気を緩めずというかね 余裕余裕,余裕,余裕な,んなんて言ったらいいんやろちょっともう言葉が出ない <laughs> 言葉が出ない難しいわ今今ちょっと日本語を喋れてないですね <laughs> かといって英語も喋れへんねんけどお話し会で直接おめでとう言いたいソルトさんええー、嬉しい結衣に来てくれるの 約束待ってますね、でも発売日がそうやって決まったってことはねもうすぐお話し会も決まるんじゃないかなって思うからみんなに会えるの楽しみにしてますわくわくあもう 13日から予約できるの？そうなん。そうなん。ちょっとまた初耳なんですけど <laughs>。そうなんや。もうみんなみんなの方が早いですね。13日から。申し込みらしいんで、みんな忘れないで。もう今の今のうちにカレンダーに書き留めといてください。はるちゃんと。 会う約束をする日って <laughs> 13日のところにはるちゃんにはるちゃんと待ち合わせする日を決める日っていうスケジュールにしといてくださいお話から日程がどうなるのか気になる確かに日程日程はいつわかるんやろうな はるちゃんすぐ完売しちゃいそういやそんなことないと思うそ <laughs> そうであってほしいんですけどねそうであってほしいんだけどそんなことないと思うからみんなお待ちしてますそうであってほしいやけど <laughs> そんなんねなれたらいいんですけどぜひお待ちしてますいっぱい話そうね 楽しみきっとねあの今回が今回というか今度のお話し会が初めてですって方も結構多いんじゃないかなって思ってるのでそこも楽しみやしいつも来てくださってるいつもましての皆さんも <laughs> 何から話すっていうぐらいいっぱい話したいことはあるんでもうお待ちしてます はるかルーム満員計画がまままた始まりますねかルーム満員計画、ね、前回も,もうおかげさまで達成することができたので今回も達成できるようになんか皆さんにねまた楽しんでいただけるようなちょっとコスプレとかも考えときます。 どうやらブログが上がってるそうなのでさっきからねすごいあのコメントで書いてくださっている方がいらっしゃるんですけどブログ上がったみたいなのでよかったらあのしょうもなタイトルなんですけど中身めっちゃちゃんとしてるんで <laughs> よかったら見てみてください配信終わってからでもあれなので 今回は会場でも会えるといいな確かに無理なんかな会えたらいいねオンラインももちろんいいけどやっぱ会いたいですねほんまに変なタイトルやった言ったやんさっきに言ったよ <laughs> しょうもないって言ったやん <laughs> 配信、はい、終わったら見るねまたやんさんぜひ見てください <laughs> みんなタイトルに「笑ってしまった」とか書いてる <laughs> みんなタイトル笑ってるそうちょっとめっちゃねなんか内容なさそうなタイトルなんですけどめっちゃ内容書いてるから。 見て <laughs> ちなみに26枚目シングルのまたオフショットも明日明日インスタに載せたいなって思ってるんで待っててください。 あの今日ちょっとだけ出た写真の時の衣装あの衣装めっちゃ可愛いんですよ本当にめちゃめちゃ可愛いんよだからちょっとオフショット見てほしい <laughs> 明日の夜載せますタイトルは最初に決める最後に決める最後に決めるかなタイトルブログのタイトルは 最後に全体的な内容をもう一回自分で読み直してなんか、まあ、今日とかはもうなんかちょっと内容がなんか真面目な分タイトルはちょっと変な感じというか <laughs> 一回ちょっと弾いてみようかなって思って全然違う関係ないあれにしたんだけど普段はなんかその内容を全部読み返してあなんかここを。 ちょっとなんか一番読んでほしいなとかなんかフューチャーしたいなとか思ったところをタイトルにしたりすることが多いかな最後ですね基本的にまたネイル変えた変えたよネイルはいつも月末に変えるんで先月の終わりに変えた今回はちょっと控えめ 白どうですかちょっと大人っぽい <laughs> ここめっちゃキラキラでっかいのをつけてもらったまたこれもあの写真撮ってるんでそのうちインスタ載せます今日のことママさんには何か言われたママもまあ配信で見ててくれたんやけどそう うんて言ってたかな、まあ、まずはそのチームキャプテンのことをまあ就任おめでとうっていうふうに言ってくれてでもそのママもその言ったらさやかさんとかちひ,ひさんとかすごい偉大な先輩方がキャプテンをされてきたチーム N っていうのは分かってるからこそ。 なんか、簡単には良かったねって言えないけどなんか責任持って一緒に、まあ、ママはその陰でしか支えられへんけど頑張ろうねっていうふうに言ってくれたありがたいです取れたりしないのレンドちゃん取れたりでも取れる時もありますネイル。 なんかどっかに引っ掛けちゃって強く引っ掛けたりすると取れちゃうけどでもちょっとやそっとのことでは取れないように頑丈につけてくださってますママさんさすが渋さん泣きそうになるいやーねそうですね本当になんかそこまで考えてくれててまあでもなんか はるか自身が強くなれる場所なんじゃないっていう風にも言ってくれたのでまあもう頑張るしかないというか頑張るだけですね。 とくち,ママちゃん確かにもはや一番そばにいるファンなのかもしれない <laughs> ファンでありマネージャーでありなんだろういろいろ兼任してるかもしれない <laughs> まあでも頑張るだけですねはるかは。 何バトルもあるからねまたしかも個人で怖い本当に怖いですなんか何バトルはなんか自分の中でちょっといい思い出がないというか <laughs> いい思い出がないって言ったらちょっと違うな何て言ったらいいんやろうん難しかったから そう今回も非常に怖いです <laughs> 怖いけどもでもやるとなったらもうやるしかないので頑張るしかないなあそこもみんなと一緒に頑張っていけたらなあって ます今回は個人なんでね個人ってなんぞやっていう感じやけど個人でも頑張りたいなって思います。 まあでも今年はあれなんですよ今年っていまか二十歳になったらなんかも知らんけどあの役年終わるのよ役 <laughs> 年のせいにしようとしてる <laughs> 19歳役年らしいからそう役年だったのよ去年だからもうそれが終わるのでちょっとその調子で <laughs>。 ちょっとその調子であのいいことをいっぱいあるといいなって <laughs> 思ってますそう厄年やったんよそう厄年とかねあのなんか信じないタイプなんですけど悪いこと信じないタイプやったんやけどなんかこううんちょっとね <laughs> あれでした <coughs> そう、最高の年にしたいと思いますワイワイ役年最悪の一年やったやっぱ、やっぱそうなんややっぱあるんですね 全然信じてなかったけどなんかそうなんかなとか思っちゃった後ろのお正月の飾りかわいいりゅうちゃんさんありがとう,そうちょっとここで、ね、ここにちょっとだけこっち顔もねちょっとだけしてるんやけどちょっと今日今日ねもう部屋片付けれてないんですよもう言っちゃうと。 ちょっとお見せできないなと思ってこっちでしてるここの背景でしてますもうねなんか年末ほんまにバタバタしててあのそううち散らかしてお仕事行ったから結局年明けても大掃除できずにそのまま年越しちゃってそう。 もう今なんかあれですリップ置きっぱなしだったりなんか謎に折りたたみ傘置いてたり <laughs> すごいあの棚に物が散乱してる香水の蓋開けっぱなし <laughs> とか <laughs> なってるからね。 とね、今日はこっちでしか配信できひんなと思ってこっちでしたダメなんですよとりあえずでも香水の蓋開けっぱなしないですかみんなそういうことなんかの蓋開けっぱなしみたいな。 だかくくす,よダメです香水はいつもあのなんか謎に謎に謎なんか分からんけど謎にお家出る時間すっごいバタバタしてバタバタしてる時に香水降るからあの蓋閉めれずに出かけること多くて今日もそれ状態です。 ダメだダメだこりゃほんとに出かける時のあの時間のなさなんなんやろうレベルで時間ないんやけどあ香水の蓋めっちゃわかるって仲間いた <laughs> 意外と抜けてるとこあるのも好きややしゅうさん いや全然めっちゃ抜けてますよ全然抜けてるから心配自分では <laughs> なんかすごいスタッフさんとかからも今日そのそっかく終わった後になんか心配してないとかなんか「大丈夫」って言ってくださったり声かけてくださったんですけど。 うはるか自身はすごいなんか抜けてる自分しか知らんから、うん、心配でしかない一応余裕を持って起きてるんでねえめちゃめちゃ余裕持ってるよはるかもう2時間前ぐらい家出る2時間前には絶対起きるんですよでメイクもいい感じに終わるんよやのになぜか時間いつもなくなんのなんでなんやろ なんかどっかでぼーっとしてんのかな <laughs> あの時間のなさ本当にどうにかしたいなんとかしたいですでも今日はあれですメイクを向こうで向こうっていうか劇場でスルーやったから めっちゃギリギリに起きたメイクする時はもうほんまに2時間前に起きないとマジで間に合わん今日とかはちょっともう30分前ぐらいに起きた今日ほんまにねめちゃめちゃ目がね腫れててもう今はもう治って治ってるっていうか戻ってるんですけど ほんまにリハぐらいまでめちゃめちゃ目腫れてて顔パンパンでうどうしようかと思ったなんか別人急に顔が腫れててちょっと皆さんの前に出れるような顔じゃないなっていうぐらいめっちゃ目腫れてた戻って安心戻らないかと思った。 ボクサーみたいや翔 <laughs> ちゃんだそれいやもうもはやボクサーの方みたいでしたよもう目がほんまに疲れが溜まってたんだねいいねさん確かになんかねちょっと最近ほんまにちょっとバタバタしてて24時間配信ぐらいからねちょっとなかなかなんか もう多分ロングスリーパーっていうのもあるんよね普段がすごい寝る人やから <laughs> 睡眠と活動量がちょっと追いついてなくてそれでかもしれない足のねむくみもねひどかったんですよ昨日やばい <coughs> <laughs> ゆっくり寝てたまつさん優しいありがとう今日はぐっすり寝ますもう明日は一旦一日家かなちょっとまだスケジュール来てないんで分からんけど今日は寝ますしっかりあれ24時間 配信の後、もうはるか配信できてないんやっけないっけ初かな24時間からできてないのかそっかそんなにできてないのかわお、めちゃめちゃ久々やん いやでもなんかもう24時間配信がすごい昔のことに感じるな1週間ぐらい前 ?1 週間も経ってないわおわお怖い怖いですねやばいめっちゃ足がだるい今 これはやばい <laughs> マッサージしなきゃちゃんとやばいですあみんな今日夢中人見つけてくれた夢中人の時映ったかな一曲目今日は夢中人でした 見つけれたお見つけたよってフレンドちゃんおごっちんさんもシムさんもわみんな見つけてくれてるやったー嬉しいありがとういい感じでした <laughs> 夢中宇宙人久々やったしさ2回目やったしでめちゃめちゃ緊張した <laughs> めっちゃ緊張したけど でもあの衣装やっぱ好きですかわいい映ってたよかったありがとう嬉しかったですねやっぱあの場に自分が入れるっていうのもね当たり前のことじゃないから本当に嬉しいですめっちゃいい感じでしたまあ、こっちさんありがとうイエーイ <laughs> <laughs> 2回目なんだそうやで宇宙人はもう本当にベストヒット歌謡祭の時しか披露してないから2回目でした今日あの衣装本当にかわいいそう「レオパージュ」では「ティーチャーティーチャー」をさせてもらいました これはいつぶりかな初夏初夏の時にあのグループコラボみたいな時にミックスジュースとさせてもらった以来かなでもレオパージュだけでのティーチャーティーチャーはめちゃめちゃ久々だったねすぐ決まったティーチャーティーチャー <laughs> ほんまに MC でも言ったけどみんな メンバーも好きではるか自身も好きなんやけどそこで決まったいいよねなんとセンターをさせていただけてもうほんとに光栄です嬉しかったなんかやっぱ好きな楽曲もうほんまにでも「ティーチャーティーチャー」は はるか加入するちょっと前に発売された AKB さんのシングルなんやけどその時から好きで好きやって結構もうその時からずっと聞いてたんよで今でも普通になんか家でテンション上げたい時とかメイク中とか移動の時とかも「ティーチャーティーチャー好きで聞いてるぐらい大好きやから。 その楽曲をなんかセンターでさせてもらえるのはもうほんまに嬉しいですはるちゃんの「ティーチャーティーチャー」一生好きなチューちゃん嬉しいありがとう <laughs> またねいつかどこかで披露させてもらえたらいいですね「ティーチャーティーチャー」「ティーチャーティーチャー車でいつも聴いてる」「ンさんえー、いいよねかっこいいよな」 ほんまに最高大好きフリーも好きやし衣装も好きやし曲も好きやし大好き k p o p 感 k p o p っぽい感じでもねそれねなんかすごい韓国っぽい感じするよねわかる はるちゃんの歌声かわいいんじゃゆうきさん嬉しい嬉しい今日もちゃんと聞こえてましたはるちゃんの好きな曲は私も好きやともえさんええー、可愛い,い嬉しいはるちゃんのティーチャーティーチャーとか最高すぎるやすささん、えー、ありがとう嬉しいですことちゃんとさだはるが一緒のチームなの嬉しいこうへいさんいやもうこれはねことちゃんも 帰りにめっちゃ喜んで駆け寄ってきてくれて嬉しいって言ってくれたんやけどもうはるかもほんまに嬉しいなんかすごいなんやろう,もう最近それこそねこの間はユニバ行ったりとかしてなんかプライベートでも仲良くさせてもらったりとかしてるけどもうほんまにお互いになんか何でも話し合えるぐらいの距離感に。 慣れたんでそんなことちゃんと同じチームになれて嬉しいですすごい心強いハーサちゃんとも一緒にそれハーサちゃんハーサちゃんも嬉しいって言ってくれたハーサちゃんは最近前髪を。 またも戻したんですよ切ったんですよめっちゃいいめっちゃいいと思う <laughs> 誰やねんって感じやけど <laughs> マジで可愛い推しメンですねはるかの <laughs> もう初期から言ってるけどはんさちゃん推しメンはるかのしんちゃんも一緒やんそれなしんちゃんしんちゃんでもめっちゃびっくりしてた自分で N やと思ってへんかったって言ってた 気になりましたミンゴさんえーはるかのことはるかのことですかファン目線なのよ <laughs> もうハーサーちゃんのファンになってた今 <laughs> いやマジで可愛かったキャンディーねやってて。あの衣装めっちゃ似合うなと思ってた <laughs> でも本人にもちゃんと言いましたよ前髪あるのいいよってめっちゃ可愛い なくてもね大人っぽくてあれやけどなんか前髪あった方がやっぱなんかずっとさみんなにもさ言ってるやんはるかそのでこ出しとかもするけどよくなんか結局前髪あった方がなんかちょっとアイドル感はあるよなみたいな話をさ何回かしてるじゃないですか自分個人的な意見としてね。とかなんかやっぱり前髪あった方がなんかこうアイドル感は強いなって。 改めて思った2022年もはるちゃん一筋で押してくねマー君ほんまー約束ー嬉しいみんなも約束してくれますか2022年はるちゃん推し貫くぞーって方はーい <laughs> はーい。おう、はるちゃんしか。おう。約束を、ゆりりん。します。おう。もちろん、おう。う <laughs> れしい。契約書書いてもらえなすごいな、それは。素晴らしい。2030年くらいまで2030年あと。あと8年 やばいやんもうはるか28とかやんフあ <laughs> みんなもうするって約束してくださった方もちょっともう覚えましたからね名前とアイコンともう覚えたよ <laughs> <laughs> 約束指切りゲーム嘘ついたら2000万ドームス指切ったはいもうこれで約束完了したんで。 2022年もはるちゃん推しでいてください。<laughs> 強制。<laughs> じゃあそれではそろそろもう1時間経ったってことなので終わりたいと思います。終わりたいと思いますっす。だって。終わりたいと思います。<laughs> ますす <laughs> ますえー、えー、終わっちゃうのって 終わっちゃうの <laughs> 終わっちゃうんです <laughs> ではでは早速あはい今年もします,しますじゃん1位の方とラッキーさんにはるかから感謝の気持ちを込めてんはるはるかからん ?1 位の方とラッキーさんにはるかから 感謝の気持ちん感謝の気持ちを込めて言葉のプレゼントをしていますこれ,これもうあかんわ今日ちょっともう思考を今停止してます喋れないですもう今寝てるかもしれへん寝てます今 <laughs> もうちょっと睡魔が来たかもしれんではでは ちょっとあの思考が停止しきる前にランキング読みます <laughs>。いきます。13位、中小原さんありがとうございます。12位、堀井さんありがとうございます。11位、ややちゃんありがとうございます。10位、秀さんありがとうございます。9位、村ラありがとうございます。8位、イグッチさんありがとうございます。7位、重さんありがとうございます。6位、フレンドちゃんありがとうございます。5位、徳ちゃんありがとうございます。 4位ゴッチンさんありがとうございます3位シムさんありがとうございます2位ガーシュベルさんありがとうございますそして1位がヒロゾウさんですありがとうございますではでは早速今日のラッキーさん決めます今日のラッキーさんはこの方じゃーんお13位中小原さんいますか 新年一発目のラッキーさんは十三番でした新年一発目から3を三のつく数字を引くというあいたおめでとうございますちょっとお名前書くんで少々お待ちを。 ちなみに皆さん今日の夕方ぐらいだったかなあのー、インスタにアップした「晴れ着」のオフショットは見てくれましたかもう結構ねもうすごいたくさんコメントいただいてたんだけどまだあのー、公演中だったんであとで終わってみますね。 DM もねだからねちょっとまだざっとしか読めてないので配信終わったら見させてもらいますみんながすごい「あの明けましておめでとう」とかのねメッセージくださったりとか、まあ、それこそ組閣の感想とか書いてくださってて選抜のこととかしっかり読ませてもらいます ということで今日のラッキーさんは中小原さんですおめでとうございます新年一発目ありがとうございますではでは何番がいいですか何番にしましょう今年の晴れ着はなんかオレンジドーンって感じじゃなくって ちょっとなんか大人っぽい感じでで白ベースにオレンジのお花でしたちょっっと大人っぽくなったなんか結構今までって色が濃い色の着物が多かった気がする去年去年はピンクっぽい感じサーモンピンクみたいな感じやったかなおと年しが赤 でその前が緑とかだったかななんか今回すごい新しい感じだなと思った2番 !OK‐ 丸です2番でいきましょうじゃあいきますよずーっとこのまま中小原さんがはるかのこと付き合ったらいいのにな はいありがとうございますおめでとうございましたはい、そして今日1位のヒロゾウさんありがとうございますありがとう <laughs> よく覚えてるな結構覚えてるなんかどんな衣装着させてもらったとかはではではヒロゾウさん何番がいいですか なんかここまたニキビできちゃったかもしれない違うニキビじゃないのなんかこれ <laughs> 配信中に <laughs> 肌の <laughs> お新年初めてなのでお任せでお願いしますおお新年初めて何がいいかなじゃあこれでいけます <laughs> 意外と決めるの早い <laughs> じゃあ行きますよなあなあすぐに会いたくなるねずっとひろぞうさんのそばにいたいんよ分かってはいありがとうございます三番にしてみたずっといたいんですよ三 <laughs> 番にしてました ありがとうございます。<laughs> 恥ずかしいということでということで <laughs> 今日スペシャルギフトをくださったあんさん三方町パパナキさんガッシュベルさんしょうちゃんダニャンさんゴッチンさんイグッチさんマコッチさんえー、どこだー 大阪の渋谷はなぎさまえさん、ゆうすけさん、あややちゃん、フレンドちゃん、しげさん、カラスさん、ちからさん、しむさん、なかこはらさん、とくちゃん、なぐのんさん、よすさん、やぶちゃん、 なあちゃさんムラッチアさんそしてバタヤンさんアッキーさんユウキさんサカさんこれ何回も読んでたら本当にごめんなさいちょっと今頭回ってなさすぎてホリーさん <laughs> えー、佐藤さんマジカルコアラさん まさきさんはっしーさんこういちさんかな呼ばれてないよって方いますか大丈夫かな大丈夫ですかねありがとうこちらこそありがとうそして今日えー、もうね本当にタワーを 素敵なタワーをくださった村っちとく、えー、ちゃんしむさんガッシュベルさんひろぞうさんほりぃさんしげさんあややちゃんなかこはらさんごっちんさんフレンドちゃんひでさん やばい目の乾燥がやばい <laughs> ムラッチあれまたまた読んじゃったチカラさんかなかな呼ばれてないって方いらっしゃるかな大丈夫ですかねちょっともうほんまにもう頭のちょっと。 もう思考の停止と目の感想とでもちょっと申し訳ないです本当に <laughs> 本当にねたくさんのお祝いをありがとうございますもうなんか新年一発目からすごい皆さんのなんかなんて言うんですかねパワー皆さんからのなんか頑張れっていう <laughs> のいただいたんじゃないかなっていうふうに思いました本当にありがとうございますもうめちゃめちゃパワーになりましたもう今日の配信も見に来てくださって本当に本当にありがとうございます改めて、まあ、あの特別新春特別公演見てくださって本当にありがとうございましたそして、えー、新チーム N の キャプテン頑張ります <laughs> 2月からそして最後に26枚目シングルの選抜メンバーに選んでいただけたことはもう本当にファンの皆さんの応援のおかげでもあります本当に本当にありがとうございますもう嬉しいですもう嬉しいしかないのでこの気持ちを忘れずに今年みんなと一緒に前進していけるように 頑張るので皆さん今年もはるちゃんをしてください <laughs> ちょっとそばにいてくださいお願いしますそれでは本当にたくさんの応援だったりすごいね温かい言葉をかけてくださって本当にありがとうございましたまた配信するので待っててくださいみんなもゆっくりしてくださいねありがとうございましたおやすみ またね。